にちは。リーディープロデューサーの工藤由紀子です。今回は子企画別でのお悩みをたくさんいただいておりましたので、お友達に紹介してもらいまして、なんと骨格診断スタイリストのひるいちかさんをゲストでお招きしました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。改めましてスタイリストのひるいです。よろしくお願いします。今日はリエディさんにお呼びいただいて、普段骨格診断アナリストの資格を持ってるんですけど、今日はそれに合わせてリエディさんのすごい可愛いお洋服でコーディネートを組ませていただきました。本日は骨格の特徴を踏まえたそれぞれの骨格タイプに似合うデニムとパンツをひるいさんに教えていただきます。またアイテム別のコーディネートもご紹介していきますので、最後までご覧いただけますと嬉しく思います。事前にひるいさんに診断していただいたのですが、早速診断結果をひるいさんに発表していただきたいと思います。ではまず簡単に骨格診断の説明をしていきたいと思います。骨格診断なんですけど、ストレート、ウェーブ、ナチュラルの3タイプに分類されるんですけれども、それぞれ生まれ持った筋肉や脂肪の質感だったりとか、骨や関節の太さや大きさをそれぞれ3分類に分けて診断させてもらいます。それぞれに合ったお洋服の素材感とか形、柄とかもあるんですけど、似合うものを選んでいただくことで着痩せ効果だったりスタイルアップ効果が実際に狙えるので、実践していただくのをおすすめしています。まず真央さんなんですけれども、診断させていただいた結果ストレートタイプでいうことが分かります。はい、動画を実際見られている方もご自身の手とかですね、比べてみていただきたいんですけれども、ストレートタイプの方っていうのは触った時に筋肉の弾力がしっかりある方っていうのが多いです。跳ね返すような、ね、張りがありますよね。あと手首も返してもらうと断面が丸のようなコロンと立体感のある方っていうのがストレートタイプの方は多いです。もう一つぐらい簡単な説明をすると、この胸元ですね、デフォルテ、鎖骨のあたり、鎖骨の骨もあんまり出てない人が多くって、あと胸元ですね、張りのある方っていうのはストレートタイプの方は特徴としてあります。コーディネートのポイントとしてはとってもシンプルでシックなコーディネートが似合う方が多いです。そんなストレートタイプの方に合うパンツがこれとこれです。ストレートタイプの方の足の特徴として、今真央さんスキニーパンツ履いていただいてるんですけれども、筋肉の質感がしっかりしてるよってさっきお話ししたと思うんですが、ストレッチがとっても効いたような柔らかいものや、こういう細身のものっていうと太ももの張りを拾いやすくてとても素敵なんですけど、ちょっとむっちりした印象を与えてしまう可能性があります。なのでデニムはですね、こういったネイビーのあんまりウォッシュのかかってないようなきれいめデニムっていうのがストレートタイプさんには一番あります。ラインもこういったですね、ストレート気味のややテーパードになったライン、こういったラインが足の形をきれいにしてくれます。もう一つおすすめのパンツとして、今持っていただいているようなこういったストレートパンツ、これすごいストレートさんに合うんです。なぜかというと、こういったセンタープレスですね、足をすごいまっすぐに見せてくれる縦長効果っていうのがすごいストレートさんにはおすすめなんですけど、こういった補正効果のあるパンツっていうのを選ばれるとストレートタイプの方はとってもスタイルアップします。実際にコーディネート着ていただきたいと思います。続きましてウェーブタイプの方のご説明をしたいと思います。ヨッシーさんがウェーブタイプと診断させていただきました。ウェーブタイプの方の特徴なんですけれども、まず手を見せていただいて、先ほどストレートタイプの方ですね、横から見た幅が立体的な丸のような形と言ったんですけれども、ウェーブタイプの方は少し平べったい形をされている方が多いです。あと手のひらも触ると少し薄い方が多いですね。全体的にウェーブタイプの方っていうのが上半身が華奢な方が比較的多いと言われています。なのでデコルテもストレートタイプの方はさっき張りがありますよっていうお話をしたんですが、
ウェブタイプの方は前から見た時と横から見た時、横から見た時の方がよりスリムな印象というか、少し胴体も楕円のような平べったい形をされている方が多いです。コーディネートとしてはシンプルなお洋服をそのままシンプルに着てしまうと少し寂しい印象になってしまう方が多いので、足し算のおしゃれがおすすめと言われています。ウェブタイプの方におすすめのパンツがこの2本になります。まずデニムなんですけれども、今ウェブタイプのヨッシーさんスキニーパンツ履いていただいてます。スキニーパンツってウェブタイプの方とっても似合うんですよ。ウェーブタイプの方っていうのは比較的筋肉の質感よりも脂肪の質感の方が感触として際立っているので、足も筋肉の張りというよりもスッと一本筋肉質な足というよりは華奢な足をされている方が多いので、こういったスキニーとかもスタイリッシュに履いていただける方が多いです。やっぱり大人の方になってくるとこの辺りが目立っちゃってちょっと苦手な方って増えてくるんですけど、どうですか？あまりにタイトだと抵抗があります。ちょっと恥ずかしくなったりしますよね、はい、なのでスキニーパンツもちろん OK なんですが、ウェーブタイプの方にはこういったタイプのパンツもおすすめです。どこがおすすめかっていうと、すっごいハイウエストなんですね。おへそ位置よりもかなり高い位置からウエスト位置がスタートしてるんですけれども、ウェーブタイプの方っていうのはこれがとってもお似合いになります。ウェーブタイプの方っていうのは上半身が華奢な方が多い分、下半身にボリュームがあるように見えてしまう方が多いですね。なので重心が下がらないようなこういったハイウエストタイプのパンツを選ぶっていうのはとっても大事です。あとシルエットとしてはですね、少しフレアにこちらなっているんですが、こういったフレアタイプのデニムっていうのもウェーブさんにはおすすめです。ただ足元ですね、靴を合わせるときは今履かれている靴のように足の甲が少し出るようなもので抜け感を出してもらうっていうのがウェーブタイプの方におすすめのポイントになります。次にこちらのパンツなんですけれども、こちらのパンツも先ほどのデニムの時とおすすめしたようにハイウエストです。ウェーブタイプの方はボトムス選ぶ時ハイウエストを選ぶようにしていただきたいです。シルエットなんですが、こういったテーパードでウエストにダーツが入ったデザインになります。ウェーブタイプの方太ももが少し張りが気になる方がいらっしゃると思うんですけれども、こういったしっかりウエスト部分に立体感のあるものを選んでいただくと、そのあたりもカバーされてシルエットきれいに入っていただけると思います。あと丈なんですけれども、少し足首が覗くようなアンクル丈ぐらいを選んでいただくとスタイルアップにつながるのでおすすめです。続きまして、ナチュラルタイプの方のご説明をしていきたいと思います。ナチュラルタイプの方はですね、先ほどのストレートウェーブさんと違って筋肉や脂肪の質感というよりは骨のフレーム感とか太さっていうのがお体に対して目立ってくる方になってきます。まず手首見ていただきたいんですけれども、前から見るときと横から見るとき、どちらかというとウェーブさんと同じように楕円のシルエットをされている方が多いんですけれども、ナチュラルタイプの方はそこよりもこういった手首の出っ張りとか指の節っていうのが目に入る方が多いです。リング回りませんか？回ります。そうですよね。指のこの第二関節を通るようにリングの太さを選ぶと、ここがすっごいゆるゆるになっちゃう人が多いですね。ナチュラルタイプの方触っていくとスリムな方も比較的体格しっかりされてる方もなんですけど、この辺まで触っても腕の骨がしっかり触れるぐらい骨感がある方が多いです。次に鎖骨なんですが、鎖骨がしっかり出てらっしゃる方が多いですね。ここにとんがった肩の骨があるんですけど、ナチュラルタイプの方はこの肩の出っ張りの骨とかもしっかり触れる方がナチュラルタイプの方は比較的多いです。あとは背中ですね、肩甲骨が比較的大きい方とかも多いと言われています。ナチュラルタイプの方におすすめのパンツがこの2つになります。デニムなんですけれども、ナチュラルタイプの方、人魚さんみたいにスリムな方だとスキンにもとっても似合います。ただ
結構これは個人差があるんですが、ナチュラルタイプの方、膝の骨ですね、縦と横に大きめな方が多いので、スキニーパンツを履くと膝のお皿がボコッと飛び出て見えているような、少し遠目から見て目立つ方っていうのがいらっしゃいます。もし気になる方は少し緩めのシルエットのパンツを選ばれた方がベターかなと思います。で、あのナチュラルタイプの方って本当にラフなお洋服が似合う方なので、デニムめっちゃ似合います。こういったですね、ベーシックなワイドシルエットのデニムですね、かっこよく履いていただけるので、ぜひ試してみてください。シルエットも細身よりもこういったちょっと緩めでカジュアルに履いていただくとかっこいいと思います。では次にこちらなんですけれども、ナチュラルタイプの方っていうのは骨のフレームがしっかりされている方が多いので、ゆるいシルエットのものっていうのがかっこよくラインが出せる方が多いんです。ニットパンツもすごい似合うんですけど、履かれたりしますか？ニットパンツは好きでよく履いてます。本当ですか？もうぴったりですね。ストレートタイプの方とかだとどうしても肉感が出やすかったりするんですけど、ナチュラルタイプの方っていうのはとてもかっこよく履いていただけるので、ぜひおすすめしたいです。ニットの素材感もこういった少し風合いのあるようなものを選んでいただくと、よりおしゃれに着こなしていただけるかなと思います。シルエットもこういったワイド系を選ぶと間違いがないですね、はい、実際こちらのパンツでコーディネートを着ていただきたいと思います。それではストレートタイプの方のコーディネートをご紹介していきたいと思います。ストレートタイプの方ってカジュアルなお洋服を着ると子供っぽく見えちゃったりとか。そうですね、好きなんですけどなかなかうまく着こなせれてる感はないです。ちょっと難しい方が多いです。割と綺麗めなお洋服とかかっちりしたお洋服が似合う方が多いんですけど、そんなストレートタイプの方がカジュアルダウンする時のポイントとしてですね、こういった胸元ですね、しっかり開いたようなV ネックとか選ばれるととても顔周りすっきりするのでおすすめです。普段 V ネックのニット着ます？そうですね、あまり好んで着たりはしてなかったんですけど、今回着させていただくと意外とすっきり見えていいなっていうふうに思いました。上半身に存在感がある方が多いので、このあたりはですね、すっきりシンプルにまとめていただくのがおすすめです。少しこうやってちょっとロゴTのロゴとか覗かせてもらっても可愛いですよね。可愛いです。こんなあの濃いめのネイビーのデニムにはこういった鮮やかなグリーンのニット、すごい今年っぽいのでおすすめです。可愛いです。こういった小物ですね、ストレートタイプの方はレザーの質感がしっかりしたスクエアのバッグっていうのはとても似合います。足元のですね、ローファー、こういった金具があるもの、高級感のある高見えするアイテムっていうのがストレートタイプの方にはよくお似合いになるので、ぜひ合わせてみるといいと思います。はい、次にウェーブタイプの方のコーディネートをご説明したいと思います。ウェーブタイプの方、先ほどですねウエスト位置高めが似合うよというお話をしたと思うんですけれども、トップスもコンパクトなシルエットのものを選ばれるととても似合います。少し柔らかい質感のふわっとしたニットっていうのもウェーブタイプの方にはとても合います。さらにこういったねウエストマークできるようなものですね、ベルト付きのものとかもよりウエスト位置高く見えるのでとてもお似合いです。インナーもですね、こういった少しデコルテのあたりですね、華奢な方が多いっていうお話をしたと思うんですが、こういったバンドカラーなど首元が詰まったデザインを合わせていただくと、より顔周りも華やかになっておすすめです。バッグはすごい大きいシルエットのものよりも小ぶりなものを合わせていただくとウェーブタイプの方はバランスが取りやすいです。次にナチュラルタイプのデニムスタイルです。ナチュラルタイプの方ってリップシルエットとかラフな雰囲気とってもお似合いになるんですが、こういったリップカラーの今年っぽいニットすごいお似合いですね。ありがとうございます、可愛いです。ただナチュラルタイプの方、首元開いたニットとかトップスを着られるとき覚えておいていただきたいのが、首元ですね、あんまり開けすぎると少し鎖骨の骨感が目立っちゃいますよね、うん、そうですね、首を長く見せようとしてここがこう開いてるものを合わせたりすると逆に変になっちゃったりとか、うん、っていうのはちょっとあります。そうなんですよね、少しやっぱりここの骨感が
があんまり出すぎるとフェミニンなお洋服着るときとかは少しミスマッチ感が出てしまうことがあるので、もしそういった気になったときは少しカバーしていただくとコーディネートがすごい可愛くなるのでおすすめです。バッグは今合わせているような少し個性的なデザインのもの、とってもお似合いになるのでどんどん挑戦していってください。では次にストレートタイプの方のパンツコーデです。ストレートタイプの方ってこういったジャケットすごいお似合いになる方が多いんですよ。普段着られたりします？ジャケットはあまり挑戦することがないですね。本当ですか？ストレートタイプの方って上半身に存在感がさっきあるって言ったんですけど、それと同時に筋肉の丸みを拾いやすいんですよね、うん、なのですっごいボリュームのあるコートとか着るとどうですか？すごい大きく見えちゃいます、ね、着太りしやすいんですよ。そういった意味ではこういったジャケットって直線的なシルエットなので体の丸みをすごい綺麗にかっこよく補正してくれるんですね、うん、なのでストレートタイプの方はジャケットを普段の少しカジュアルなお洋服の時も取り入れてもらうととってもスタイルアップします。こういったチェック柄っていうのも直線的なラインをさらに強調してくれるのでおすすめです。インナーに合わせたこういうハイネックのニットですね。ストレートタイプの方首一番上まで詰まっちゃうと苦しそうな印象に、ね、私もストレートタイプなので経験あるんですけどハイネックとか選ぶときは首周り少しゆとりのあるものを選んでいただくと顔周りよりスッキリするのでいいと思います。バッグはねこういったね少し金具がピカッとしたようなシックなデザインのものもとっても合うのでいいですね。すごいかっこよく着こなしていただいていると思います。ありがとうございます。次にウェーブタイプの方のパンツコーデです。ウェーブタイプの方今ニットを軽くインしていただいてるんですがめちゃめちゃ足長く見えませんか？なんかいつもより全然ウエスト一度上になってて自分でもスタイルアップできてるなって思います。よかったです。そうなんです、ウェーブタイプの方っておへそこの辺にもありますよね。あります、ね、おへそ位置よりも気持ちやっぱりウエスト位置高めでボトム選んでいただくと断然腰位置がアップして足長効果があるのでぜひ実践していただきたいんですけれども、インするのがお腹周りが目立って気になるなって方は今ねこのニット結構丈割と短めなものなんですけれども選ぶニット自体も少し丈短のものですね選んでいただくとコーディネートしやすいかなと思います。ヨッシーさんはスリムなのでインしましょう。はい、あとウェーブタイプの方ですね、トップスのポイントとして、首が詰まったお洋服を着るのが似合うよってさっきお話をしたと思うんですけれども、ニットとか着られる時ですね1枚でシンプルに着るよりもこういった少し短めのネックレスとかですねプラスしていただくとより上半身顔周りの華やかさがアップするのでプラスするように心がけてください。ぜひやってみてください。ありがとうございます、はいはい、次にナチュラルタイプの方のパンツコーデです。さっきビッグシルエットとかラフなお洋服似合うよって言ったんですけれどもまさしく本当ゆるいシルエットとゆるいシルエットをおしゃれに着こなせるのってナチュラルタイプの方の特権です。私ストレートタイプなんですけど私結構この格好するとなんか部屋着っぽくなっちゃったりどうしてもなかなかおしゃれに着こなせないんですけどナチュラルタイプの方は本当にゆるっとしたシルエットが肩の出っ張りとか背中の肩甲骨の出方でラインがすごいかっこよく落ちるんですね。っていう意味では本当におしゃれに着こなしていただける方です。ボディネットとしてはですねベージュのトーンでまとめたんですけれども色をこういったゆるいコーディネートの時にガチャガチャ使いすぎるとちょっと子供っぽくなっちゃいますよね。っていう意味では色味はシックにまとめていただいてこういったニットの風合いとかこちらもニットパンツの編み目ですね素材感でリズムをつけてもらうととってもおしゃれにまとまるのでいいかなと思います、はい、
どうですか、実際着てみられて。ニットとニットの組み合わせがすごく気に入って、うん、いつもはこう色をたくさん使いがちなコーディネートになっているので、これからはトーンをまとめたコーディネートにしてみたいなというふうに思います。ありがとうございます。ぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。今回はひるいさんに自分の骨格や特徴やスタイリングなどを教えていただきました。とっても勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回ゲストでお越しいただいたひるいさんですが、本を出されたということなのでご紹介をしていただきます。本がこちらになります。グッケンプラスさんから発売されている一生服選びに悩まないひるいルールです。先ほどお話しさせていただきました骨格診断別のコーディネートのお話やパーソナルカラーのお話させていただいています。ぜひお手に取ってご覧くださいませ。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。見てみたい企画やコンテンツなどございましたらぜひコメント欄にお願いいたします。土曜日夜8時に更新予定ですので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。それではまた次の動画もお楽しみに。